ブレアウィッチ、ブレアウィッチ、意味なし、ブレアウィッチ、意味なし、意味ありません。はい、どうも、ソイジマックスです。さあ、またガチャを回してきました。回してきたよーい。海洋堂カプセル級ミュージアム、恐竜発掘機、日本の恐竜。いや、これは、興味深い。日本にもね、恐竜いますし、いくつか発見されてますし、それがね、ラインナップされてるという。いやー、これ嬉しいな。開けてみよう。いや、出てほしいのあるんだよね。何が出るかにゃーって、あ、ペラノドンだな、こりゃ。はい、説明書が入ってます。日本の恐竜って可愛らしく作ってある。これはプテラノドンですね。発見場所が北海道。はい、あー、うわ、プテラノドンだ。台座、翼をつけて、よっ、翼結構柔らかい素材でできてるから、パキッて折れる心配がありません。この辺は、あ、さすがの気遣いです。こわっ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 、こんな落下出したか知んないけど、イメージね、イメージ。キシャーン、キシャーン。で、台座、おい、こうやってつくわけですね。あ、いいね。いやー、恐竜はやっぱりいいな。あー、プテラノドンもなんかね、色も形も昔と変わりましたよね。今回は、フクイラプトルとかもラインナップされてますね。マチカネワニいいな、マチカネワニ欲しいな。日本にも住んでいた恐竜と古代生物たち、日本各地で化石となって発見された恐竜や古代生物たちをえりすぐりました。フクイラプトルね、福井の恐竜博物館、すごくね、いい素敵な場所ですね。また行きたい。海洋堂カプセル級ミュージアム、恐竜発掘機、日本の恐竜、プテラノドン、出ました。クエ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 、あくまでイメージです。クエ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 。